どうも、沼さんです。皆様おはようございます。今回ですね、探偵はもう死んでいるの2話の感想ですね、こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うんですが、まずは1つ目ですね、1年経ってというところで、君彦がですね、シエスタの からこう1年間平和に過ごしているっていうことが、まあ、冒頭からこうまあ語られていた語られていたわけなんですが、まあ、シエスタがね死んだっていうことに関してはですねなかなか実感が湧かないっていう部分ではありました、うん、だって1話で普通にね生き生きと動いてましたからね、まあ、2話の冒頭でもそうだったんですけどなんかこう普通に動いていたりしたんでいまいち実感が湧かないという感じでした とはいえね渚が見せてきた、まあ、新聞記事の切り,切り抜きとかですねあとはこう加瀬警部補とのやり取りでこう街での事件の7割にねまあ何ていうの公彦が関与しているっていうところとか見るとですねまあ完全な平和ではなさそうだなっていうことをね感じたりしました、うん、まあねその辺はそうだな,なんかそういったところを見ているとやっぱりね巻き込まれ体質の公、まあ、彦にとってはですね、まあ、真の平和は まあ、訪れなした。そうなんかそう平和な日々を過ごしていたってやったけどなんだかんだ巻き込まれてるよねっていう話でまたね今回のオープニングの前でしたかね公彦、まあ、とシチエスタの、まあ、冒険劇というかね、まあ、冒険しているところが描かれなかったわけなんですが、まあ、他にもどんなことがあったのかっていう部分がですね、まあ、これからのストーリーにね ストーリーリの中で出てくるることをね、まあ、期待するばかりという話ですず、ねうん、そういうところを楽しみにしているっていう話でまあねあとはそうだな君彦も、まあ、1年間ね平和に過ごしたってやったんですけどまあ多分それはねシエスタと冒険していた頃に比べての平和だったのかなっていうことを思ったよという話でまず1つ目の感想である「1年経って」というところ終わっておきます。 で次2つ目ですね人探しの依頼というところで公彦がですね渚から人探しの依頼を受けたわけなんですが、まあ、いきなりね渚がこう公彦の、まあ、喉にね手を突っ込んだりするところですねあれはびっくりしたなっていう話でしたうんまあ渚はですねまあそうだな1年前に心臓をね、まあ、こう移植したっていうことで、まあ、現在のように動ける健康体になったわけなんですが そのことに関して君彦が言っていた、まあ、こう心臓移植による、まあ、記憶転移の話ですね。あなんかそんなことあるんだっていう話でなかなか面白いなっていうことを感じましたね。そうなかなかそういう話がそう面白いっていうふうに感じたのとあとはねこう渚が元の心臓の持ち主がね会いたがっている X ですね。まあこう、まあ、X という人物に、まあ、こ,うこの心臓を合わせてあげたいって っていう風にね思ったりしているところですね。あれが普通に優しいよねっていうことを思ったりしました。うんまあ普通はね確かにまあ心臓移植してもらったらまあ恩はあるけれどもまあそこまでねしてやる義理はない的な感じでねまあそこまでこう必死に、まあ、その心臓の元の持ち主がね会いたがってい合わせてまあ、ね会いたがっていた人物を探そうとまではならないですからねなんかそういったところに渚の優しさが出ているなっていうことを感じましたという話と またね、こう、実際に X を探して、まあ、合わせることになった時の、まあ、報酬がね、まあ、先払いで胸を触らせたっていうことになってるのはですね、なかなか面白かったなという話でした。そう、なかなかね、あ、そういうことだったんだっていう話でね、なんかうまいことしてやられた感があったなという感じではありました。あとはね、こう、君彦が、まあ、渚のね、鎖骨のところをね、まあ、年齢の割にっていうふうに言って褒めるところっすね。 ああいうところとかねめちゃめちゃ笑ってしまったなという話ですねそうまあ以下ツッコミどころはまあ渚と全く同じツッコミをしたわけですがまあなかなか面白かったよねっていう話でしたそういうところで、えー、2つ目の感想である人探しの依頼というところ終わっておきますで、えー、次3つ目ですね心臓の持ち主はとというところで 君彦はですね渚の心臓の元の持ち主のことをコウモリに聞きに行っていたわけなんですけどまあ渚の心臓はシエ,スタのシエスタのそのものだったっていうことがねまあこうあっさり判明してました、うん、まあねこうあ渚の心臓移植した時期と、まあ、シエスタが死んでしまった時期がですね、まあ、こう同じ1年前っていうところとかですね、まあ、コウモリが緊張しているなとかね、まあ、そういうことを言った時点で ま,あこうあまさかまさかまさかそういうことなんじゃないのっていうふうに、まあ、なんとなくつながって分かってきた部分ではありましたが、うんまあ、なかなか、ねまあ、分かった部分ではあったんだけど、まあ、改めて聞くと「あな,なるほどな」っていう感じはありましたね。そう <laughs> にしてもねこう耳がいいコウモリがですね、まあ、こんなところで出番が回ってくるとはっていうふうに、ね、感じで、まあまあそういうことをね思ってなかったんで結構、まあ、驚いたわけなんですがいろいろと。 1>, まあ1話のこう伏線というかねあのコウモリの触手がね二度とシエスタを攻撃できないっていうあれですねああいう伏線が回収されたっていうのはね見ていて楽しいところでしたまたね公彦が、まあ、渚を、ね、抱きしめながらこうシエスタとの、ねまあ、こう思い出話とかねなんかそういうことをまあ言いながらこう、まあまあ、そういう思い出話と一緒にですね、まあ、シエスタへの,この、まあ、先に死んでしまったことへのこう思うところですね なんかそういうところを素直に吐き出すっていうところがですね、なかなかうるっとくる場面だったなという話ですね。そう。なかなか結構ああいうシーンには弱かったりするんでね。そう。いやーちょっとね、こう、うるっときたなっていう話でした。そういうところで、3つ目の感想である、心臓の持ち主はというところ終わっておきます。で、最後にというパートに入っていくんですが、 今回はですね、君彦が渚と出会って、まあ渚の心臓の、まあこう、もともとのね、まあ持ち主がシエスタだっていうことがね、わかるところまでこう話が進んでいったわけなんですが、まあ、そこでシエスタが死んでしまったっていうことをね、まあ嫌でも実感させられてしまうっていう話でした。そう。ああなんかもう、なんていう現在の軸ではね、こう、まあ動いてるシエスタは見れないのかっていうところですよね。そう。まあちょっとしたショックなんですけど、 そうまあ、ちょっとどころじゃないけどね <laughs> まあちょっとではないけどまあ改装でね少しでも出番が多く回ってくることを祈っているという話でまたねこうラストで君彦が、まあ、謎の少女に、ね、呼び止められていたわけなんですが、まあ、果たしてね次はどんなことに巻き込まれるのやらっていう感じでしたそしてですね個人的には渚がねこうまあシエスタの心臓を受け継いだっていうことで、まあ、こうシエスタの意志というかね なんかそういうことをついてなんかやっていきそうな感じはするなっていうことを思ったところですね。と、ま、り、まあえず今後の渚の動きについてもどうするまあね今後どうしていくのかっていうところにもね注意しておこうと、まあ、注意しておこうというか気になる部分気になる部分ではあるという話で、えー、今回の「探偵はもう死んでいる」の、えー、2話の感想ですねこちら終わっておきます。で、えー、そうですね 先週1話の感想の、まあ、1話の感想ですね。前半と後半に分けて喋ってるんで、よかったらそっちもね、聞いてみてくださいという話と、今日はね、他にも3本を更新しておりまして、サニーボーイの第1話の感想と、出会って5秒でバトルの第1話の感想、そしてですね、日暮らしと泣く頃に卒の3話の感想ですね。この3本語ってますんで、よかったらこっちの3本もね、聞いてみてくださいと。 いう話と明日ですね明日は3本更新するんですが「彼女も彼女」の第3話の感想と「エテンズゼロ」の第14話の感想と「大の大冒険」の第40話の感想ですねこの3本123と更新しますんでよかったら明日もですねラジオの方聞きに来てもらえるとものすごく嬉しいですというところで本日 3本目のラジオの方終わっておきます。以上、馬まさんでした。それでは次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。